山広のピカイチラジオ。 金曜日の夜がやってまいりました皆さんこんばんは山博ですこんばんは吉本新劇のすっちですこんばんはアナウンサーの古川恵子ですおもむろに始まりました急に始まったんでつい笑ってしまいましたランちゃんのリズムですよね全部そうですね自分のペースでやらはるわじゃあ行きましょうとかそんなのないんやなあの子にはスーっと曲が流れてきましたね本番前によろしくお願いしますってうからよろしくお願いしますって普通に言い返したらはい言いたいとですって褒められました褒められましたですけど かおかしいですけどえ、スッチが二週間ぶりに帰ってまいりました。あの先週すみませんでしたあのアキナが来てくれたみたいでいやもうアキナの二人がほんまにこう顔を好調させて帰っていきましたですよなんでやろあのね社交クラブかな社交クラブああそうかそうかやっぱりいつもは金曜日の彼らの番組がこのアリスさんハずなんでそのあとにあるでしょだからスタジオ入りしてて NBS の社内で、うんえー、本番を聞いてくれてるうん、うん、て本当に真剣に聞いてくれてるみたい、うん、特に社交クラブでその社交クラブの投稿を読み上げる古川恵子アナウンサーが二人の目の前にいるから「うん、<laughs> <laughs> 本物や!」とそうそう,そうライブでね <laughs> ライブで <laughs> ライブ <laughs> もうほんまに

えー、グレイテ筒、はいね、がなく終わりましたというふうに言っていただいたらいいと思うんですけど、はい、なんかちょっと「へ」っていうラインというか、うん、グループラインに送ってこられてましたですね。イやすごいのに <laughs> なってほ<う>僕あのー、フリーズしてもう完全に自分だけダンス中に一人だけフリーズ。ほうまとまっちゃった。 写真送りましたっけ？写真は知らないですよ。あの楽屋の一枚を送ってくれました。楽屋で辻子さんが和室でくつろいでる写真をしましたけど。いやもうあんなことあんねやいうぐらい。写真が残ってるんですか？あの公式のツイッターであのこんなんでみたいな感じでね、ダンスコみんな踊ってるでしょ。踊ってるすね。赤い衣装ね。でこれ引きやとわからないですけど、この写真のちょっと。 アップにしたのがこれなんですね。これ僕なんですよ。ね、みんな踊ってるでしょ。完全に止まって膝に手ついて、この膝に手をつくっていうのを待ってる状態です。待っている。一旦パッとストップして、まず NMB の子たちがわあ踊り出すんですよ。で、その次に二番目に待ってる我々が一緒にそれに重なって踊り出す。ああ、ったあったそんなシーンがね。で、そこが早いんですよ。 すごい速い言うたら部分があるんですねで待ってて今までそこで動きをちょっと間違えたりはあったんですけど入るタイミングミスるなんてなかったんですよはあでパッとこうまず膝にて置いて待ちますよねで僕の隣渋谷凪沙ちゃんねあ上手に踊りますわほんで次パッと僕踊るとこなんですけど。 完全に入るタイミング間違えて<は>一瞬だけ渚ちゃんが「えっ?」ていう顔して「でもやっぱプロですわ」うん「えっ?」てしたけどすぐ、ま、もう笑顔で前にこうやりだして、うん、でちらっと斜め後ろ見たらもう珠代姉さんが「この世の終わりや」みたいな目で僕見てるんですよ。 これああ入らなって思うんですけど体動かへんへへ<ー>動かへんし早いからどのタイミングで入っていいか,どう合流するかねとりあえずその <laughs> 下りが終わるまで。

なんかあるんかなっていうそれがセンターの人とかやったら、うん、なんかあるんかなと思いますけど <laughs> めちゃ端っこの方なんですよやってもたーむって<ー>でもこの写真でもやっぱりちゃんと確認しながら渚ちゃん笑顔なんですよあね、さすがね<ー>プロですねプロもうえげつなかった 何やったらここのお客さんだけじゃやっぱちょっと気づいてるんですよ。こいつ動かへんやみたいな感じで<笑><笑>あれは焦りましたね。はあ、膝に手を当てるってもうまあまあ何やろあかんっていう感じにも見えたんちゃうのそうですねあのー、見てた、あのー、演出家の先生 <laughs>、はいえー、あと社員もそうですし、はい、みんなあのー ぎっくり腰なったんかなとかアキレス腱やったんかなとかそっちを考えるって思ったんですってこんある程度したら忘れとったやなもう入られへんかったんやっつってでもそれって大阪公演全部終わって東京に移って何本か東京でやった時でしょええ初日の2回目やったかなそれが なその場所なんか間違ったことないんですよ。もうだからもう何やろあのねまあまあちょっといい感じに来始めたとこやったのでちょっと安心してダンス自体がもう楽しめるぞぐらいの自分の中でね。でなった時にふっとそれなったからまたそこからちょっと気持ちが。怖いですよね かったでもそっからちゃんとこうできるようになりました他の出演者の特に男性陣というか吉本新喜劇のメンバーで公演を全体通じてフリーズしたりとかフリーズはないんですけどやっぱりみんな聞いてたら「今日も僕あっこ間違えました」とか言うんですけどんせ後ろの方やから目立たないんですよ。一番前ですからね。年目ですから2年目でんなことしてもだから。 ね、僕がそんなんしたから僕の後ろの人ら何人かがすっごい混乱して歩いてました、うん、あいらんこと考えるしなたまやさんもそうやし吉田豊なんかも僕の真後ろでええー、ってなってみんなが一瞬飛んだ飛ぶんや飛ぶんや迷惑かけたわ <laughs> え怖いやもうそやけどもうねもう千秋楽 まで迎えてほんまもうねなんかああやってよかったなっていうかね、うん、達成感みたいなのもありましたから、うん、そうそうそう,そうあのーうん、なんやろあのちょっとね劇中でこう踊りながら、はい、ちょっとギャグ言うたり、うん、おもろいこと言うシーンがあるんですよでこれあのー、まだ配信やってると思うので。はい 5日ぐらいまで行けるんかな、うんうん、配信も見れるんで、うん、その時の見てほしいんですけど千秋楽の時、うん、最後その最初誰やったかな玉屋姉さんが、うん こうパンティテックスみたいな感じでギャグバーやっても <laughs>、うん、もううてもたな <laughs> まあギャグやりますな <laughs>、うん、次渚ちゃん <laughs>、うん、もう,うやるんやけどちょっとだけなんか最初千秋楽っぽいちょっと語りもあってほな僕もやることなんとなくこれかなと思ったけどちょっとそんなんも入れようと思って、うん、ちょっとマジトーンで、うんあのー、最後やし、うん、いや最初はもうダンスも。 歌も嫌やったんですけどみたいな感じで「うんうん、まあ要は振りですわ」で入って「じゃあここでギャグします」みたいなんでパーンと替えよ思って最初こうちょっと神妙に喋り出したんですよ振り<う>のつもりなんですけど、うん、一瞬僕ちょっとやばくて「あれちょっと待ってやばい泣きそう」と思ってって。 ほんまにもうボケの方向の感じで喋りだしたんですけどはい、はい、トーンはその一定ですけどねその神妙な感じであやばいやばなんか知らんけど泣いてまうっていうぐらい<ー>ちょっとみんなと一生懸命にうご久しぶりにやったものやったのでいいですねその感覚なんでしょうね多分ねやばってあん,なんあんなん初めてかもしれない舞台で。 長いですよみたいに、ね、一瞬とはいえ <laughs>、まあ、自分の声にびっくりしたんですよあれこれ泣く時の声やん <laughs> あなるほど、はい、そうなったらちょっと声も上ずってしまいがちになるしね、うん、そうちょっとあのあの配信の見たら分かると思いますけど、ね、面白いそれそ、ね、分からんかな自分しか分からんのかなあれうんでもあやばっと思ってあでもファンの人は、うん、そういうところちょっとこうあこれやって見つけたらうれしかったりするもんですよ、うん そうですね別にこれ配信見ろという宣伝もいないでただそれも入ってますので見てほしいなってつまり舞台で毎日ライブじゃないですか機械じゃないってことなんですよね生身の人間がある一定期間真剣にやってんんに湧き出た感情でですすもねねそうメールいただいておりまして東京の。 コダイラのユウキさんという16歳の、うんはいろんな番組にメールくれてますね。ショーマンの方なんですけどね、ええええ、こんばんは。こんばんは。スッチーさんが出演されていたグレイテストなショーマンを東京明治座で見ました。うん、あ,ありがとうございます。いね、演技の場面ではもちろん歌やダンスも迫力があり本当に楽しかったです。うんうん ダンスの時にスッチーさんを見ていたら山宏さんと古川さんはこの人と話をしているのか自分だったらすごい緊張してしまうなと思ってしまいました。はい。 ス,ッチーがスターやとスターだからだから山広さんと古川さんようそんなすごい人と普通に話してんなそうかそういうことか先輩大先輩 <laughs> あ,あんなすごい人と <laughs> ラジオしてるなんてすごいないし,しかも弟って言って怒られて <laughs> 弟にはならへん言って怒られてで <laughs> もそんなふうに見ていただいたんやいいですねそれってやっぱりねその、うん 川端さんの本もあるし NMB、うん、の, N のはや華やかな、ね、子たちのおかげもあるし、うんうん、そもちろん弓姉さんとか玉井姉さんとか新喜劇の、ねうん、ギャガーがやってくれて、うん、で全体がそういうすごい舞台になってたのでそこに出てるというのでそう見てくれたんであればでもやっぱり、ね、そう映るもんなんですよ大舞台で。 華やかにやってるからめちゃめちゃフリーズしてたけどねその回じゃなかったのうまいこと言ったお見送り会っていうのがねあありました何回かあのみんな持ち回りでねお客さんのまあちょっと今はこういう時期なんでちょっと距離取ってお客さんは声出したらあかんよっていうので我々だけちょっとあの マウスシールドしながらちょっとこお声掛けしてありがとうございましたいはその回にも出たそうで小平の結城君,ゆうき君なんとスッチーさんがいたので、うん、いつもラジオ聞いていますと言おうと思ったのですがうん、うん、いざスッチーさんの前で声を出そうとすると緊張で全然声が出ませんでした、うんうん、大スターやでも家に帰ってからなんで大きいな声で言わなかったんだと悔しくなったのですが、うん、このミュージカルを見て明日からも頑張ろうと思いましたあ嬉しいこれからも吉本新勤 劇やこのラジオでたくさんの元気をもらいますやってよかったね,ね,ねやってよかったですねほんまに、うんうん、いつもの吉本慎恵の舞台もさすごいけど、うん、やっぱり違うことを取り入れて稽古だいぶ大変やったやろうとしね,、うん、ねえすごかったな弓音さんとか、うんまあ、やりきりあったもんな上手、ね、やったしで毎朝やっぱちゃんと確認でそのダンスの部分もっぺん 反復で音を流してその5人ぐらい集まってねやったりとかなんかちょっとでも話フリーズの話は聞いて僕はま言っ8月の7日に1日だけの公演なんですよ2回公演ですけどオズの法使いオズ大王役で出るんですけど迷惑かけへんかなって今思いましたいやんやろ 普段やってることと違うから、うん、こんな緊張すんのってもう芸歴長いけど、うん、またそんな緊張がこんな体動かへんなんねや舞台出る前になんか固まってる自分の体を何とかしてほぐそうと思ってこう肩揺らしたりとかそうですよ ダンスの先生が <laughs>、うんまあ、もちろんついてはんねんけど一、うん、回顔合わせに来ないで行った時に、うん、あの山広さんもそのみんなと同じ踊りとは言わへん、ねまあ小学生とは中学生とね同じ踊りとは言わへんけどそれはやっぱりそれなりに、うん、踊,踊ってもらいますんでってダンスをでも僕も60なんで、うん、そこはもうちょっと足も最近言わせてるし。<laughs> ちょっと股関節がとかって言ってんけど「あ考えはきますって言われてこの日曜日からまた稽古始まるんで大変たそんな固まるもんなの僕はだから思うように体が動かない練習ではもうすんなりいけたのに同じことがもう全くできへんやんってなる本番になったら。 そうモブルーやわ。<laughs> 急にテンション下がってますね。もうそんな感はモブルーやわ。 タカラジェンヌにお友達がいてねあのラインダンスあれこそ間違うたらめっちゃ目立つじゃないですかもうきれいにみんな右手左手ね右足にあれどうやってやんのって言ったら右左思ったら絶対もうできへんって言って体でほんまに覚えんと次右次左と思ったらもう本当にできないって変な気持ちがよぎるミスったかもしれん今。 今ちょっと遅かったかもしれんってちょっと周り見てもった時、うん、すぐぐだぐだってなったそうよね余計なこと、うん、ちょっとでも脳裏をよぎった瞬間に集中、うん、力がもう欠けてるからガタガタになるでしょう、うん、あのその右左考えないというのは僕らライブするのもそうなんですけど、うん、あの譜面見て弾いてるうちはもう全然普通に間違うんですよ。手が 普通に覚えて勝手に動くぐらいの、うん、だら入ってへんやねまだっていう,うん、うん、自,自分で思うんです覚えてその後どんだけこう楽しく楽しめるかやと思いましたね結局、うんうん、覚えた上でね上で、うん、さあ今からってなってうん、うん、もう歌歌って動き出したらもう自然に動くはずなんですせ、うん、やけど変なことちょっと考えるから、うん、そこで「 変なところに意識がいって練習でできてたことがピタッと止まってもたりするから, <laughs> からそう思ったらやっぱり NMB のコラとかって、うん、うんまあまあそれは仕事でしょうけど楽しそうやもん。えー うん、そうやな、うん、それ間違わへんわなって<ー>でもちょいちょい間違えてるとこもあったらしいですけどねだからその間違い方をきれいにこう、まあ、ごまかすじゃないけど、うん、普通にそれを対処できるんやろうね、うん、その後につないでいったらもう間違いでなくなるやんっていう,う、うん、やってもたって我々は出てまうのであ<ー>しもたってじゃあもう常に堂々としてたらいいねいそ,それ常に、うん

もう、は、ね、い、でかいんだよね。諦めてるでちょっとずつ、ちょっとずつ黒くなるリンス使ってますて。いやいやいや、あれら。まあまあ、ええで、ほんま。<laughs> <laughs> 色黒くなってはきてるけど。ほんまに、もう楽しんで踊って、歌うことが。一番、うんうん。そこを、ちょっと、気づくのは、ちょっと時間かかった。 そこにに到達するまでには練習ね、うん、練習もやし周りのサポートもそうやし、うん、先生方とかいろんな人にいろいろ教えてもうてほんまようやくですけどん、うん、だからもう嫌やなって思ったことが、うん、終わった時にやってよかったってこう思えたっていうのは嫌 <laughs> や,やなと思った、うん、<laughs> 思ってましたよ正直なこと言うとねこの年になってな、はいうん、初めてのことにチャレンジうす ダンス。歌。聞いてたんで、チャオヤンケとか。なるほど。じゃあミュージカルやからね。い。や、あんな思ってたのに、最後泣きそうなるんですよ。配信見てみよう。見てみよう。うん。それは見てみる。いいいですよ。なかなか50越してね、そんなことに出会えないですよ。古川さんもなんかしイや。ないわそんな。なんなんなんかしたいことないの？そんなギターもますます怖い。 こんなんチャレンジさせられるパターンですよこんなん言うてたらふわっと流したほうがよろしいよでもねチャレンジをもうしなくなったらチャレンジしなくなったら自分のこの細胞が開かなくなるっていうかのまあそれはねんか下り坂ずっと下っていくばっかりな感じはしますけどもみんなね年齢とともにやでこれはそこをギュッともう一回上げるにはなんかしいや。 まあでもね植物育てそうですあっと食べしてますすごいな僕危なかったんですよその1週間でファンの方が土にキュッと刺してなんか先端がなんかセラミックのようなんかこうザラッとしたちょっとずつ水が染み出てくるような三角コーン逆にしたような刺すんやろ刺し込みなでそこに水入っててチューブがあって。 で僕、まあ、6日7日やから、うん、そのバケツみたいなのに水入れて、うん、ちょんとその差しといたんですチューブがもうわんって浮いてくるからな前にこうクリップみたいなのつけて重りで「うん、あ,、ね、あそこ行ったわっ」でほんで高いとこにあって、うん、でそれ前日にあってさ出発する時パッと見たらあのね 言ったらバケツのもうね5分の1ぐらいもう減ってたんですよお<ー>あれ早いな六、うん、6日7日もたさなかなたなんのしかももう言うたら一晩前の晩にやったから、うん、えこれでこんなペース持たへんなって、うん、でも行かなしゃあないそうですね行ったらもうなくなってたんですよ、うん、でちょっとちょっとあしなっとこうなってたんですけど、うん、前半の貯金があるから、うん、はいはいはい まだその水がなくなっても2日か3日目ぐらいやったからなんとかなりましたで今やっとこの復活してきた感じ逆に強くなってるかもわかんないですよあそうなんですかだからもう水だからいじめられていじめられてしてるんで生命力あるんでね生きようとするで間引きもしました本読んで間引いてでいらん葉っぱ取ってこっからですね

ズッキーニどんなできる用に UFO ズッキーニ写真あと黄色かったですあなたのズッキーニはちゃんと育つでしょうよだから僕はだから鳥にやられたっていうのを言ってないか言ったよね写真見ました写真渡したでしょ見せたでしょでそのあと鳥用のネット貼ったけどそれからはやられてないんで多分大丈夫かなと思うけどねまだまだこんなん全然分からへんわ そういうのも邪魔してきおるんですね。いろいろね、いろいろやらなかんことあるし、刺苗、ね、もはダメになった十五個は四十個四十内植えたうちで十五がダメになったから、十五、うん、はまた追加で刺しときました。これは秋になったら土の中のもは大丈夫だと思うんで、僕はもうそっちで行きますわ。うん、え、だからあの土の中のね畑で、あのあっ 取なるほどねでまあ皆さんはその種からやってるやつで多分成功はされるんやと思いますんでマイクロトマトはうまいこと言ってますあすごいマイクロトマトはちっちゃいトマトちっちゃいトマトいっぱいできますからあれは家でやりたいと思いますプランターで皆さんと同じように決して生きることなくやりたいと思います やりましょうか。はい、今,今週も仲良くお送りしてまいります。はい、各コーナー今日もございます。はい、怒りの投稿、街中、モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしています。そして、山本社交クラブ、皆さんの恋の話教えてください。うん、先週はですね。うん、ntr 系が来まして。<ー> な、まあ、なかアキナのお二人にはそこまで教えていただきそこにスッチーさんいたらもうちょい掘り下げた話はあ、はあ、どこでそんなことができるのか聞けたのになっていう僕もわからないですよ <laughs> 正直その人たちの感覚はわからないですけど、はい、そういうものだっていう説明はよく見てますし。はいはい はい、そういう作品もよく見させていただいてますので、今もそうですけど、うん、そういうことについて語り始めた時は、うん、ほんまに評論家顔になってます。な,なっちゃってますか。すみません。本当、申し訳ない。<laughs> 先生の顔、ね。そんなつもりないんですけどね。ね <laughs> <laughs>、先週も濃かったので、はい、今週はどうなるでしょうか。うかお楽しみに。 ピカイチ価値観調査これどやねんでは皆さんがこれどやねんと思うことをお寄せください。私たち3人はどう思うかお答えいたします。メッセージをご紹介した方には薄い頭と薄い生地でできた山広バッグをプレゼントしています。山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には山広さんの直筆応援メッセージリコーカードをプレゼントしています。送ってこられると何かと困るという方は事態希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。 メッセージの宛先は、メールの方は、山、アットマーク、m b s 一一七九ドットコム yama、アットマーク、m b s 一一七九ドット c o m ファックスは、大阪零六六八零九の九零九零 大阪零六、六八零九の九零九零です。番組の公式ツイッターアットマーク、山一一七九。公式フェイスブックも見てみてください。皆さんのメッセージ、お待ちしております。怒りの投稿、街中モンスターハンター。 モンスターペアレントにモンスターペイシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきます危なかった CM 中喋ってたら、はい、山本社交クラブの方が先に置いてあると。 さて入社して2ヶ月新入社員の皆さんはそろそろ職場にも慣れてきたかなと思われるのですがうちの22歳男性の新入社員無断欠勤が続いており毎朝毎昼電話をしてもつながらない先週その父親から突然電話があり「うちの息子に何をしたんですか?」といきなりクレーム「そちらのスタッフにパワハラされた」だの うちの息子は能力があるのに給料が安いだの言いたい放題、うん、こちらもムカッとしましたが無断欠勤が多くて連絡が取れなくてこちらも困っていますと穏やかに言っても、うん、あなた方がそうさせてるんでしょうと逆上。そそそももの新入社員 研修中ウェブだから見えないと思っていたのかガムを噛んで受講していたり仕事中も携帯で遊んだりお菓子が机の上に並んでいるらしいのですうん、うん、数日後代行業者から退職願いの連絡がありました本人は雲隠れ自分の意思すら伝えられんのですか最近の20代は<ー>と言いたくなります子が子なら親も親モンスター親子には勝てませんわ」 代行あるんですね退職をね届けを代行してくれる業者さんがねまあやっぱりそりゃ何パーセントかはそういう人は毎年いるやろうなうんうんうん、そこが簡単になっちゃうと頑張らへんよな頑張らへんやろうな、うん、でしかももう親が出てきてるじゃないですか、うん、学校と会社の一番の違いはそこですからね学校はさ保護者がはい まあ、代わりに出てくるというのはあるやろうけど、会社は出てきてもしょうがないですからね。ねなんなら、昔って学生の時に、いや、社会出たら、そんなんじゃ、済まへんでとか。もっと大変やでとか、うんうん、よく言われたじゃないですか。すね、今って、あんま言わないですかね。学校の先生も、やっぱり、そのモンスターペアレントに、こう言われたりするやん。うんうん、だ、そこは。 昔の先生ほどは踏み込んでは言えてないん違うわねやらそのちょっと学生のやめ方とか学生のバイトの休み方みたいなことをしてますやん今の若い子ってだからそういうのなんで聞いてこんかったんやろなだから怒ってくれる人がいなかったか少なかったかじゃないですかね 気つけを息子の代わりに電話したいよか会社。熱熱ある電話したいよか。言うてしまいそうやなね。まあ残念やけどその子はまあ,まあまあね。はいもうこれぐらいの時期で住んで良かったんじゃないですか。まだってこう言われなれ。 や、ね、やっぱ打打たれんなあかんななかとと思いますよ、うん、い,や今打てないですす今てで側はね親もう最終的に全部責任は親なんですよ。 おやうちの子とかようあんな厳しい口に耐えてるわいうぐらいの頑張ってる <laughs> お母さんね奥さんの、ね、奥さ,さんのですね <laughs> 僕が昼もぐらいやからでもずっとおるから、うんうん、僕よりも耐えてると思うからあのね強いわものすごく強い大人になりますよ、うん、少々のことではへこたれない習い事でみんな泣いてる時泣いてなかったっすもんね。あ お母さんの方が怖いから、うんそうええ、みんな怒られたことないから、<laughs> すべて。あなたの奥さんのおかげですよ。本当に。そうですね。本当にそうです。一つの教育のあり方ですよね。一員、ねうん、の母親も死んだ母親も。うん 僕はもう目から火飛び出るような怒られ方何回したかでっつなく怖いだから僕のいとこはみんな怖かったなおばちゃんそういうとこでおったから強いなお前言うてああ子供のためにもねちょっと厳しくする部分はねいいんじゃないでしょうか続いては N んの見つけたモンスターですはい 屋台のラーメン屋さんでラーメンを食べていると小映えが私のどんぶりにダイブしてきました<ー>屋台なので仕方ないかと思いつつ指で取って紙,紙ナプキンに置くと次々と小映えが群がってきて最終的に二十匹近くどんぶりに飛び込んできましたどこでやってんのそれ,れそめちゃめちゃ気持ち悪かったけどまだあんまり食べていなかったので黙々と指で取りましたえぇ、ー するとその様子を見ていた店員さんが突然無言でお金を差し出してきましたおうおうこのお店は先払いだったのですでに支払い済みでしたおうおうとっさのことだったので私もつい首を横に振ってしまい店員さんはまた無言でそのまま差し出したお金を引っ込めました<え>お店が悪いわけではないかもしれませんが、うん、せっかくお金を返してくれるなら一言あってもいいと思いませんか あの時お金を受け取ればよかったと後悔しています。うん、美味しかったけどもう行きません。<ー>あすみません<ー>言うてってことですよね。そう態度がね、うん、店員の。黙って。言うとね、周りのお客さんがね、えってなるから。でも結構あるんちゃいますその店。二十、うん、匹って。ね、すごいな、それで食べきったのがすごい。いやまあ対策 っどどう取たららえんかかへけいや店ももう対策できないんすよ外ですもんねやったりででまたもう今までの気候と変わってきてるからそうやねどんどん出てくるやんもう経営者からしたらそういう時もあるから小林がいっぱい発生してもう金返しとけっていうそこでスッチが今言ったように返し方やうん ちゃんとあすいませんちょっと早口お腹出る時あってつってこれもうちょっともう結構ですわ今日はってゆえはねだから他のお客さんの手前はいすいませんとかが無理やったとしたらちょっと目を落たきにすいませんっていう顔であもう顔で喋らはる人いるじゃないですかそれでいいと思うし目でね気持ちはね辛いけど屋外やろ屋台やろ もう普通に言っったらえ,えってもうだって自分のだ隣の人の鉢まで普通に来るような状況やってまあそうですよねここに20匹やったらこっちにゼロってことない,す、ね、<laughs> ないもんな,ないから <laughs> 黙って N さんもう受け取ったらよかったの僕あれね、うんう やっ,たいってまあまあそれはちょっとないけどまああるからた、ね、まにねすごいなこういうのが僕はあのー、キャンプの嫌なところでも、まあるで出たキャンプいいタイミングで音鳴らすねいいタイミングで鳴らしたね今うん 旦ちゃん何口をこうえ感覚して、<laughs> まあ、キャンプバーレーのね、虫、えー、飛んで行きますかね、うん。行きたい人と行きます。<laughs> <laughs> まあ皆さんもいろんなところでデコスターモンスターチョッどんどんお寄せいただきたいです。<laughs> この間ねあのー、えー、っとじゃあるライブに行きまして、はい、あのー。 最後大西ゆかりさんが飛び入りで入ったりなんかして、うん、なかなか盛り上がってでその中の一人があの、えー、テナーサックス吹く、えー、私の,あの知り合いでもあります、うんえー、方がですね、うん、います同い年なんです誕生日が4日違いでその、うん、人があの終わってから「ですね今日来てくれてありがとう」で「この CD 渡す」ってってで「ピカイチラジオ」も何も,もうヘビーリスナーでずっと聞いてて、はいえー、もちろん社交クラブもそうなんですけど。はい 書ける曲もいつも楽しみにしててあんまりみんな書けない曲も書けたりするやんとか言って、うん、その人がくれた CD の1曲目ぜひかけてほしいって言われて騙されごっこ」っていう曲湊<う>雄一さんと浦野明日香さん2人のデュエットなんですけど、はい、まあまあ濃い内容です、うんはい、男はまあ騙してるつもり、うん、女は騙されたってんねん<う>、えー、っていう中で。 繰り広げられるちょっと乱暴な歌詞も中には出てくるんですけど、ね、<ー>それも含めて、えー、聞いていただけたらなというふうに思います、えー、それでは聞いてください騙されごっこ山本社交クラブさあ今日も騙されごっこのなんかあるんですかね <laughs> 最後笑ってましたね悪ったわ<ー>何これ言うて <laughs> <laughs> こんな曲をこれからちょいちょいかけていきたいですね。なる,なるほど、ちょうどいいですね。うん、あの前振りとしてね。ねはい。えー、ケちゃんさんからいただきます、はい。はい、私結婚生活29年52歳男性二人の子を持つ既婚者です。今二回りほど年下の女性エスコちゃん（カッコ既婚者）と恋をしています。うんうん、苦しくて辛くて胸が飛び出しそうで。 彼女のことを思うだけで涙が出てきてこの年になってこんなにも純粋に人を好きになるなんて自分でもびっくりしています、うん、私が10代20代の頃の恋愛は彼女の家に緊張しながら電話をし、うん、近くに親の存在を感じながら照れながらの会話、ね、デートの約束待ち合わせの場所時間を決めるそんな感じでした。うん、30年後の現在 スマートフォンの存在がこんなにも恋愛を変化させるのかと驚いていますいつでも自由に連絡が取れ素敵な会話ができるそして LINE での会話写真動画等自由に共有ができるまさに革命ですね LINE の既読がつかないと待ち遠しくて待ち遠しくて 既読がつくと次は返信が待ち遠しくて待ち遠しくて50過ぎたおっさんがドキドキして携帯ばかり見てしまう,う彼女の一言一言が可愛くて愛おしくて LINE のやりとりにキュンキュンしてしまいます私 LINE のさ、うん、再現ですよ、はい、トントントン S ちゃん「はーい私呼んでみただけ」S, わ <S, S ちゃん「ねえねえ <laughs> おはぎ」 私うん ?S ちゃん好き私うん大好きだよ S ちゃん今度ね私うん S ちゃん一緒に食べよう。私うん S ちゃん約束だよ <laughs> 私うん S ちゃんも一緒に食べてもいい <S, <laughs> ?S ちゃんはい全部残さずにね こんなたわいもないやりとりです。んん <laughs> スッチーさんは今頃聞いてられへんわん。<laughs> 怒っていることでしょうね。席を立たないでくださいね。<laughs> でも、次回の投稿は、スッチーさんも興味を持つ内容になると思います。<ー>だって、ベッドの中の彼女は、逸材中の逸材なんです。<ー>天性の体、天性の声、天性の。 淫乱や淫乱など下品な言葉じゃなく、<laughs> 逸材なんです。逸材。私はこれまで女性の経験が二十人ほどですが、うん、ある意味、女性ってこんなものかって思っていました。うん、でも、彼女は、僕の想像をはるか彼方にいる逸材なんです。うん、どんな表現をすれば分かってもらえるか、うん、次回までに考えておきますね。うんうん、なるほど。 いや、あの本当の始まりは次回以降なんですね。そうですね。逸材について。逸材については。さ楽しんではな。楽しんだから、今日送てきてくれたのは。もう、もうほんのプロローグですよ。そうですね。ね。はい。入り口の入り口。ね入り口もええとこですよ。逸材か。逸材ね。うん。もう好きなんですよね。そういうのが。うん。うん。そういうこ、ことが好きやから、上手になるんですよ。 どっちが逸材側が側が研究熱心持って生まれたもんでね持って生まれたもんやね多分ねそこは大きいなプラス好きだからお腹腹ペコの時って美味しそうに食べるじゃないですかそれと一緒なんですよ いつ,いつも腹ペコ。腹ペコ、うん。常に。だ美味しくご飯食べれる人っているじゃないですか。うん、はいはい、うん。そういうことなんですよ。何食べても美味しそうに食べる。で美味しそうに食べる人がいやらしい人じゃなくて、はい、それの夜晩なんですよ。<laughs> なるほど、うん。語るな兄貴本当に。<laughs> ミュージカル終わったらもうほんま。なるほど。ほ美味しそうにはーって食べる人いるじゃないですか。うんうん、ね、はい、その。 例えばもうお刺身をこう口に入れるだけなんですけどうる、ん、せえなとか。うん ね、トンカツをこう食べる時もこう美味しそうにえ音鳴らしいとかこれなんですよ。逆もいますもんね。いつもなんか文句いいの人ね。それに比べたらいいですね。そうそうそう。気持ちいいね。その夜版の文句いいもおるでしょう。いますね。はいはい。うるさいだけのね。うるさいだけの。うるさいだけの本物。あとか痛い痛い痛いとか。そんなあそうですか。痛いだけ。 気乗りしないよねこっちもね何を今どう感じてはるかも表現しない熱いのか冷たいのか甘いのか辛いのかサクサクなのかトロトロなのか言わんとあかんのだからもう止まらんぞどないしたら手なの あっちも多分上手と思うで食レポが上手な人はあっちも上手ちゃんと表現できる口の中に入ってきたものを表現できるだから体ののの中今状態を表現できるそれ表現っていうのはやっぱり表現っていうだけあって表に表さないことで伝わらないわけですねだからそれがもう何やろうな体で表す体のこわばりとかビクってなることでもいいしあとはもう掴んでくるでもいいし感声でもいい やめてくれも言葉は大事やって言葉を言わんかったら通じないねんでほんまにそうそういうことなるほどなその辺家でご飯食べててまだ続くんかいな家でいちいちね言いませんねうわかふわふわですねとか柔らかとか溶けますやんって言わないでしょ言うたらあんた熱あんのか言われるでしょ テレビってこう視聴者に対して伝えるでそれがパートナーに対して今こうですよって伝えるということなんですよなるほどだから今こうなってますわかりやすくねみんなが聞いたわかりやすいようにねだからそれ伝えることが大事だという先生は言いたいわけですだからこの逸材多分食リポさせたらめっちゃうまいと思いますよ一緒にご飯食べても楽しいかなけんちゃんけんちゃん52歳でしょ52歳エスクちゃんは 三十手前？え年齢は二回り二回,回りか、うん、下回り二十四したとしたらお、うん、じゃあもうその逸材の、うん、どのぐらい逸材なのかを早くねもう書いて送いてきてくださいな。 かゆうなってきたら結構ようになったからなだからあなた2週間ぶりに来てミュージカルも終わったわもうほんらもうすっきりしてるわそやからもう語る語る語りますね逆に言うとこの1か月ぐらいどこか心に引っかかってたんでしょうね絶対そう思って常にああダンスあるぞっていうねその使いが取れたそう解放されましたからね 楽ししみにしてますよんちゃん、ね、<ー>忘れうちに、はい、来週6月10日、はい、MBS ラジオドリームウィークですので、うん、このピカイチラジオも山本社交クラブスペシャルをお送りいたしますので、うん、このけんちゃんも狙って参加していただいたら何がいただけるいです。 社交クラブをこう拡大するっていうのがいいですよね <laughs>、ええ、モンスターハンターはまあ拡大するやっぱり社交クラブでしょう社交クラブ拡大版でございまして、ね、いつもの直筆を 応援メッセージリコーカードにえ加えまして、うんうん、恋の軍資金5,000円をプレゼントいたしますので皆さんの熱いメッセージをぜひね、はあ、来週に向けて、はい、今すぐ送っていただければと思いますが、うん、もう1つ行きういきましょうか、はい、続報でございましてひょうたんから駒蔵さんという方でございます。はい 以前彼女がド M で、うん、縛りを覚えた方がいいか相談したものですたな私の、うん、スガッ、うん、彼女は M でね、えー、縛られるのが好きででも自分はそこは素人で、うん、どうしたらいいかというのは、はい、プロに任せろという話を常々しておりましたね集中、うん、で、うん、てましたけどね あれからも遠距離の彼女とはコロナ禍でもなんとか続いています、はい、縛りは結局やっていませんが、うん、会えばぼちぼちといろんなプレーをしています<ー>そんな状態だったのですが先月和装で彼女に会いに行った時に、うん、ホテルについて彼女からあるお願いをされました<ー>それは旅で 顔を踏んでほしいなやすごいなすごいの出てきたなとのことでしたえと思いましたがドエムの彼女の願いなので聞かないわけにはいきません彼女を寝かせて旅で顔を踏むと彼女はいつも以上に興奮していましたダンサンやめとくんな晴れみたいなね。そういうことですことが終わった後彼女にどうだったって聞くと彼女曰く靴下や素足じゃなく旅がすごく良かったとのこと ちょっと非現実だったのと、うん、昔見た時代劇の拷問シーンにそういうシーンがあって興奮した記憶があったらしいです、うんうん、多分お三方や社交クラブファンのリスナーでもその感覚はわからないと思いますが今回の件で彼女のそして僕の新しい扉が開いたような気がします。分からんこことははなないいでですすよその旅に対してどうこうはないですけどううん、け あそういううういい人もおるやろうなっていうどっか自分のだからその,この彼女の昔のこうなんか記憶かなんかあったわけでしょ、うん、うう時代劇とかのそういうシーンがね。どこに何に何っていうのいっぱいありますねどこに興奮してんの何がええのと<ー>ほんまね <laughs> あの全部ゴムのスーツみたいなんとかあるじゃないですか。え何ゴムって何 知らないです、かラバースーツって言ってね、もう顔、もう顔が、特に顔を隠すのもう、ピタッっと、お面じゃないけど、もっと、鼻とか口だけ出てるの口は開いてたかな、でも全くその、それ、ないような、でも呼吸できるようなやつもあるけど、僕がちャっと見たいのは、そういう口だけ開いてて、目も見えなかった、それかぶってかぶってる、全身ね、なんかそんなん。 目隠しプレイみたいなやつなの？うん、な、なんなんでしょう。僕もちょっとそれはわからないです。<ー>理解できへんから。<ー>そんなツールがあんねんな、はい。何これって。うん、顔見えたらへ、ね、んやん,、うん。ただ全部ピタッとして体のラインが出てます。うん、でも黒であって。うんうん とゴムの感じ。あ、体のライン、こう、そうせきかも。いや、そんな言われたら、なんか、なんかそのラインを今想像しましたね。だから、そそるっていうか、どこがこう引っかかるかって、ほんま個人個人違うから。違うやろね。旅か。いや、だから、この女の人も逸材ですよ。あまあ、そうです。そういう意味で言うと。深いですわ、きっと。旅ってなかなか言、わないでしょ うん聞いたことないですねあんまりん旅で踏んでほしいってそもそもなぜわそう出会いに行ったかは謎ですけどねほんまだな、ね、そうできてねって言われたんですかね 着物着てきてっていうそうかあ向こうからの狙いは旅やったそうか、うん、いきなり会う前から旅で踏んでしはちょっと言いにくくて一回着物でうんで旅や,やったらちょっとみたいな、うん、ちょうど AC ぐらいの、うん、多分もう最初からもう着てこさせられてるんですよは<ー>旅で踏んだらそんなにいいんかなそのやっぱりそのイメージでしょうね過去に見たその時代劇の拷問シーンであるとかうんう それはあのまあ痛さで言ったら別に痛くはないわけですちょっと靴下より硬いかなぐらいのことでしょそうですね、うん、靴で踏まれた方がよっぽど痛いですよね確かに、うんはい、そうかだから SM なんとかで靴で踏んだりとかってあったんやが、まあ、そういうシーンが、うん、ヒールとかね <laughs> その一環か、はい、そういうことですよ、うん、快感をどこに覚えるかだから痛みというよりかは精神的なもんでしょうねその<ー> 旦那さんやめとくんなあれっていう。そこですね私にとってのそのツボみたいなのはみんなバラバラなわけですよねこれちょっと言ってきてほしいですねリスナーの皆さんに来週のテーマ私のツボうちはこんな感じです僕の彼女はこうですこんなことに興奮しますまだまだ知らないことがいっぱいあるんじゃないですかそうでしょうね って言いながら自分はどうかなって思うんだけどなんかノーマルな人間やなと思ってしまうわ <laughs> 本当にちょっとしたことでみんなあります靴下だけぬがんとってくれとかはあ<ー><ー>なるほど履いたままとかねで言うと、うん、全部パンツもぬがんとってちょっと片方つけとってとかはあ そんなあのね AV いろんな作品見てるとやっぱそれ出てます僕ねスッチーに「こうやって見るねん」って言って教えてもうて見た何をだからスマホの中の何キーワード入れたりなんかしたらすぐに見られるやんか見たらすごいなすごいですよ今今数もすごいね数もすごい まあいわゆる無料でも。見られる無料でしょうあれ。そうそうそう。<ー>いやもうさ、こればっかり見てたら、何もできへんと思ったから、<laughs> もう匂いにはしてるけど。<laughs> も<ー>すごいね。履歴見たいならいことになってるんですね <laughs>。そうですよ。あ、履歴。うんうん、<laughs> 見る人が見たら、うわ、うん、こんな見てんねんやって。<laughs> <laughs> 急に真顔にマガなりました、ね、スマホちゃんとよう扱わんだけにねそうですね、うん、触る人が触ればね、うん、というわけで来週は山本社交クラブスペシャルでございますので、うん、皆さんの濃い,い話をお寄せくださいそうです、ね、来週はプラス恋の軍資金5000円をプレゼントいたしますので、はい、たくさんのメッセージをお待ちしております以上は山本社交クラブでした 機械値価値観調査これドヤねー,よしーあずぱパぱさんのドヤネンですはい。ハンバーグ、うん、ソースを選ぶなら、うん、a 和風おろしポン酢、うん、b 洋風デミグラスソース、うん、c その他 僕は庶民派ケチャップですかねーですて、うん、c し,、ね、難しい。a おろしポン酢ビー <laughs> デミグラスソース <laughs> ハンバーグはい、はい、c は c その他,その他なんか言ってるこれでもその他多いんちゃいますいろいろありますよねでもまあ僕はもう決まってますあそうですか。 いいですかはの、B A A A ポポンンげたかった、た A 食べくなるてだね体がね自分はね自分は体がへたってる時 A なんですよ。疲れてる時はおろしポン酢。で B 食べたい時は俺元気な時なんですよ。でご飯でがっつりいきたいなと思う時にねだからちょっと迷ってたんですけどね。もう必ず A? やろうそのちょっと肉も年齢もあるんですけど年齢あるな肉類を食べるときに例えば焼肉なんかでも早い段階でもうちょっとさっぱりめにいくちょっとポン酢で食べたいなとかいわゆるもういい焼肉のたれでいくのは最初序盤だけ途中からやっぱちょっと変わってきた肉の量は量どのぐらい食べる量も減 だと思うな例えばよくあるやんステーキハウスなんかでもハンバーグもそうやけど何百グラム300グラム500グラムとかってあるやんどのぐらいやったら食べられる例えば赤身であればまあまあの量いけるんですけどもうやっぱりちょっと霜降りのやつとかはもう絶対も無理油のやつはもうそうやわもう無理一切れ食べて「あっおいしいね」で終わっとかんとしんどなります赤身の方がいいよ体にもね そうですねソースはでもいまだに例えばスポーツしたりあと畑とかそれこそやってると汗ばっかいったりするやんそんな時味の濃いもの食べたくなるいや元気ですわやっぱあのヒロさんそうですね元気かな元気そう思えるってことはねなんか精力剤のメーカーからオファー来ませんの昔来たでああれ何るやん それをデコにこうペンかなんかで書いて1か月昔やってたカンテレ自体の帯番組出てくれたらなんか1か月何百万とかって言われてえそれはでも無理ですよ、ね、で会社に聞いたらええわけないやろって言って「え <laughs> えあかんの?」とか言って「何百万やで」<laughs> いやなんか来てもええのになこれからねまたますますね今はフリーですからそうですよ全部自分の判断なんでん、はい、もし そういう関係者の方に聞いて。コマーシャルやってる人がこの番組やってるってすごい。話すごいわ、ほんま。いいじゃないです、全部繋がって。繋がってこれいいじゃないですか。ミスター社交クラブです。いや、まあ、まあ、ね。ええ、そっちが帰ってきましたんで、また元気よく。はい、スタートしております。来週はスペシャルです。 2週間ぶりにスッチーが戻ってまいりまして、ね、はい、りましたまあなんでしょうね人間っていうのは、なんかこう、ミュージカルとか、そういう日常と違う、うん、今までと違うものをこう抱えてる時期と、全部終わって、もうすっきりして、三発までして、えー、今日はまた来ましたしね、散発もちょっといつもよりも、上そうですね、タイミング的にというか、まあ,あの、ほんま、きのう、おとぐらいやったので。うんはい 夏ですしねこれからね短めにさっぱりした感じでいやだいぶはじけてましたね今日そうですかそうかなでも当にあに食レポがうまい人は多分そっちの表現うまいうんで今度からテレビ見てて女の子でも食レポものすごい上手な子いたらそういう目で僕は見てしまいますよねいいんですかそれはもうそれはもう自由ですよ 思うだけですか思うだけ、それを口にしてその人に対してとか言うとセクハラになったそれはろんそんなことはしませんもうええ大人ですからそうではないかという持論ですだって何やろ例えばアイスクリーム一口食べてもあ冷ただけの人と冷たくておいしいっていう人と甘くて冷たくておいしいっていう人となんかその溶けていく感じを言う人もういろいるじゃないですかほなもう 甘くて冷たくて美味しいなんかもう分かっとんねんと <laughs> ねそれは分かっとるとう,うん。そんなこと言われても、うん、もう気持ちいいのは分かっとるわな、うん、そのつい言わんかいっていうのが出てくる人っていうのはやっぱすごいと思うんで <laughs>、はい、<laughs> ええはじけてます <laughs>、うん、上手だと思いますよですねあとは声ねえ 声のトーンとか。声のトーン。あの時の声のトーン。やっぱり高い方がいいんでしょうこれはね、いろいろ分かるし、ハスキーなんかいいいそれと、低くても、わーっと体の奥から出るよね。あの、だからね、ほんまに動物的な、あの、声に急にガッと変わる人もいるんですよ。でもそれは多分ね、その、僕が見てるのも、言うてもそういう作品ですよ。その中でのその人の持ち味やったりするから、 なな、るほどなここで同じように言い張るわ、うん、あなるほどなるほどっていうのでうあこの人の必殺技やなみたいなのも見えてくるんですけど <laughs> ここっていう時にな、うん、でもそれがいいから採用されてる<ー><で>なるほどそういやうこ、ん、ちょっとその人間味あふれる野生味あふれる声もいいし、うん、かと思えば、うん、アニメ声の人が今 とととかかかはちょっっ良たりなるほどな。またそれはそれでそそられたりもするわけですか。ハスキーなんも良かったり。いや、ほんまにね、こんな先々週やったらこんなに飛ばしませんでしたよ。ほんまに。で、この後が新喜劇のこれ稽古とかやったら、絶対こんな言いませんよ、ほんな。今日はもう気持ちよく。そうですね。あとは帰るだけですか。そう。ただ体が痒いっていうね。体が痒いですって。ねえ、心配。ねあの、結構が良くなると。はい。 出てきますなるほどまあまあいろんな恋があると思いますんで社交クラブ来週はスペシャルですしこういう騙されごっこな話でもいいですよこういうねはいいろんな話をお待ちしておりますのでお寄せいただきたいなというふうに思います先生もう今日はよろしくおすそうですねはいもうこれしゃべり出したまた長なりますかそうですかでもこの辺でまた来週でございますお疲れ様までしたお疲れ様でした